あの3000本安打張本勲さん、そして最後の300勝投手鈴木啓司さんでございます。レジェンド対談よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。中田あたりが死んだやろな、ジャイアンツに入ったねと岡本ホームランを取ってるけどね、そう冬の中でそれを、また逆にプラスにしていくという50本打ってくれないと今の野球は厳しい状況の中でね、やっぱりそれにいっぱい挑戦するようなピッチャー出てきてほしいね。始まりました迷宮会チャンネルレジェンド対談、あの3000本安打張本勲さん、そして最後の300勝投手鈴木啓司さんでございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お元気そうだよ、何より。何十年もね一緒に解説でやったから ね、この人生というのは、迷宮会はじめ TBS スポーツ日本、これが本当の人生の恩人だと言っても過言でもないわな。 長い時代だったから ね、人気番組ばっかり放送してはったもんね。いや、そうでもないんだけどどうですか、ハリさん、あの、日曜日、勇退なさいまして、はい、一回お出になってましたね。なんか時々呼んでくれるらしい、卒業してね、ホッとしてますよ。やっぱ気になるでしょ。見たことないのよ。あの時はゴルフ行ってるからあ、そうですか。どうですか、野球はご覧になってますか。野球見てますよ、ナイターはね家におりますから、ある時は見ますね。どうですか、最近このプロ野球界で気になることっていうのは、ハリさん。気になるのはね、中田あたりが気になるわな、ジャイアンツに入った ね。もう本当に広島出身だしね、私の生い立ちと全くうる二つなのよ。ね、心配してますよ、背番号10 で、 今のままではね、今の打ち方じゃ2年ぐらいで、もうまだ32だもん。深いよね。あと岡本ホームランを取ってるけどね、下半身さえ安定、それは50本打ってくれないと今の野球は。今シーズンはピッチャーがいい言ったってね、打高投低の野球界だから、こんな不公平な対戦さすのはプロ野球ぐらいじゃないの。団体競技でピッチャーが8割振るでしょう。球は飛ぶ、人工芝、球場は狭い方だ。ピッチャーがこんな不利ならね、ピッチャーはかわいそうですよ、私は打者だからね、いいけども。ですからどうすればいいかといったら、ピッチャーをちょっとね、有利なような、例えば4分の1分だけベースボールを広げてやるとか、あ、ストライクゾーン、マウンドを高く、同じどこの球場でも同じ条件で高さにするとか。ケイスさんどうですか、今のハリさんの。厳しい状況の中でね、やっぱりそれにいっぱい挑戦するようなピッチャー出てきてほしいね。まあ一人佐々木朗希っていうのは、この俺を聞かれますけどね、最近の若い子にしては割合強い体、強い投げ方してますね、ちょっとこうひ弱いという、そういう感じはしないね、やっぱりいいもんは長く見たいじゃないですか、長年、お客さんファンにしてもね、そういう意味ではやっぱり今の投げ方しとった肩肘に負担が来るんじゃないかなという感じはしますね。あ、そうですか、やっぱり、足腰の強さというか、体の回転というか、そういう形で投げかけてきたらね、やっぱり肩肘にかかる負担は少なくなるね。でも2年生で完全試合やっちゃうんですからね、でもね、あまり大事にしてしまうとね、逆に劣れますよ。あ、そうですか、そういうもんですか。やっぱりね、痛めやすい年と言えばそれも言えんことはないけど、やっぱり今は逆に、叩きが伸びる時ですよね、もうちょっと やれたのにな、あれもそういうピッチャーもおったなというピッチャーにはなってもらいたくないわね。ハリさんどうですか、佐々木朗希は。あ、いいピッチャーですね、ただ全般的に気弱い。高校出てすぐやれたというのは、俺の知っている限り、まあ彼もそうだけど、尾崎とかね、池永とか、森安さんとか、高校出た時すぐね、その年から投げてるというのは辛くなったね。あの時代は二十歳で野原を駆けずり回ったから今はですね、靴履いて自分の部屋に入ってこのゲームやってるような時代だからね、まあ時代の流れといえばそれまでだけども、高校からすぐ強い体を持った選手が少なくなったね。野手もそうだし、ピッチャーもそうだしね。それで分業システムもあるわな、ピッチャーの分業システム、6回で終わり、100球で終わり。アメリカのね、悪いところばっかり見習ってんだよね。あの、変えてくれと言ったらね、いやー、ダメだ、もう一回投げろというような人がいないとね。
だからあれね、高校野球のルールにもありますよね。もうこの大会中にこれ以上投げたらいかんとか、ね、何球以上投げたらいかんとか、投球制限がね、そういうことはありますけどね、まあそういうことがかえってやってできる体の子もおると思うんですよね、その子がちょっとこう、もうちょっとやれるのに、やれなかったなという、そういう選手もおるんじゃないかね。だからたくさん投げても痛めない投げ方とかね、バッターでもたくさん振っても体を痛めない振り方とか、そういうのがあると思うんですよね。それはありますね、だから教える人もちょっと少なくなったね。あ、教えるって教えて失敗したら自分の責任になるからというんでね、見ていやちょっという投げ方を直すような指導者もいなくなったわね。なんか故障したらなんか自分の責任みたいになるからあんまりこう、ね、当たらず触らずで。そうそう。ところでお二人は、まあ、同じパリーグですから、もう現役時代、はいはい、火花を散らしてて、いやもう大先輩ですから当時は、よくやられましたよ。何をしてたんで、ね、当時は近鉄東映っていうのはそんな強いチームじゃなかったからね、お互いに。そうそうそう、そこで彼はもう20勝するんだから、今200イニング投げる投手は少ないもんね、ほとんどいない。そうですね、彼はもうあの球団で20勝、ね、鈴木さんだって 2年目から5年連続20勝したんですよ。20勝以上ね。20勝以上、いや私はねやっぱりね、もてはやされたらダメなんですよ。だから私やっぱり阪神や巨人に入っとったらあかんタイプやったと思います。いや何クソ精神の方やからね、弱いチームの方はお前らお前近鉄違うやないかって近鉄ファンに言われるんですよ。何ですかって言ったら、お前地下鉄じゃないか、地下鉄始まった途端からお前潜りっぱなしじゃないかって言われる。なるほど、うまいこと言う。毎年最下位パリーグのお荷物とかね、そんなチームかよし見とれという、そういう気持ちでね、もう俺自分で近鉄をなんとか一人でもいいから近鉄のために自分のためにも、ファンを、落ち着かせたろうという、そういう気持ちになったね。昔あの大阪球場なんかでヤジのすごいおじさんがいて、近鉄電車ボロ電車って言ってましたよね。お客さん少ないからよう聞こえるんですよ。まあヤジがあったですね、まあ謙遜して言ってるけども、彼が強いチームに入ったら400勝ぐらいはしてますよ。いやいや、なことないけどね。まして日生球場は狭い球場だったから、日生球場は本当よだれが出るぐらいのバッターが有利な球場だったね。だから張本さんね、僕らはあれですよ、あの日生球場のおかげでコントロールようになりましたよ。あ、まあそういうことも言える、やっぱりマイナスをプラスにさせてもらいましたね。当てるのが必死ですよ。いやいや、あんなことないですよ。セーフティーバントやってやろうかなと思ったら何十回もあるんだけどね、悔しいからこっちもね。まあ内容的にはもうやられましたよ。西本さん監督来られた時やったと思いますけどね、ひょっとしたら俺出されるんちゃうかなと思ったけどね。